どうもこんにちは、たける番組のたけるです。よろしくお願いします。今回のね、動画お知らせがあります。タイトル見たら分かります通り、月一歌ってみた動画やめようと思います。まあなんでやめるんって思う方もいると思うので、今回は理由も話します。やめるって聞いた瞬間ね、めんどくさいからやめるんかと思う方は少ないと思います。実際は私もまあやりたかったんですけど、動画投稿してなかった期間、動画のネタを考える余裕ないくらい、まあ、精神的にしんどくて、まあ、将来へのね迷い等もあり、やめることになりました。それはね、遡ること5月の中旬頃です。去年からねずっとねアルバイトの応募をし続けて、それと同時に面接も受けて、それを何度も持ち続けました。一応ねバイトは去年の7月にはしていたんですけど、短期アルバイトだったんですけど、それ5日間だけだったんですよね。そのバイトの期間5日間っていうのは、別に問題起こしたから5日間ってわけじゃなくて、まあ、ちゃんとそういう日程でやってました。その後もね短期バイト辞めてもアルバイトの応募をし続けましたが、何回も落ち続けて、私のどこがダメだったのかも分からずに、このまままた応募しちゃ落ち、応募しちゃ落ちを何度も繰り返して、もう最悪な日々でしたね。落ちるたんび将来どうなってしまうんやと考えてしまうね日々が続いて、最近はね夜中に起きる回数も増えてしまって、もう起きても疲れが取れないことも多くなってしまいました。それ以外にもね、学校生活のね人間関係のうまくいかなさとか、プライベートでもねいろいろ災難とか降り注いだり、将来のね不安とかでもう生きるのがね疲れてしまうぐらいでした。まあ、そういったこともあって、次の動画をねどうするかをねまともに決められなくなったり、考え始めたとしてもモンスト実況もね休止してますし、それ以外の企画がね思いつかなくなって、と本当に絶望しました。思いつくことがなさすぎる、またバカにされるとかいろいろ考えすぎてしまう。そうなればね動画の編集とか投稿にも影響が出て、月一歌みたいなのみならずに、まあ、通常のね動画にも影響出てしまいました。ということもあってね、YouTube のね動画投稿自体も一時休止してました。今回のね動画投稿一時休止を受けて、視聴者のね皆さんも不定期にしちゃやってない期間長くねとか、またネタ切れやな、日誌は長いなとか、やる気あんのとか、入院したんかとか、こんだけ長かったらコロナでも感染したんかなと、いろいろねちょっと心配してる方も多いかと思いましたので、今回の動画でね投稿してない間何があったのかとか、投稿してない理由をね話させてもらいました。月一歌見てもやめる理由を話すつもりがね、まあ、動画投稿の一時休止の理由を話してしまいました。月一歌見てもねやめる理由もこれと含めてだったんで、まあいいかなと思います。ちなみに現在ね仮にアルバイトをしてもね、最近できた保証ができたので、まあ、なんとかなりそうです。保証っていうのは詳しく言えないんですけど、まあ、一言で言うなら仕事に関することですね。気になると思いますが、もう皆さんはもう水に流してください。あと将来に関してもね、仮であるものがねもうある程度決まってきました。その将来について少し言うと、高校の時からだった声優の夢を諦めて関西 YouTube 活動するっていうことですね。ということで今回のね月一歌見た動画を、ね、やめた理由と動画投稿を一時休止してた理由を話しました。いろいろ迷惑かけて申し訳ございません。もともと不定期やのにって思ってる方も多いかもしれませんが、先月の歌見た動画もやってなかったので、やめるというついでに理由も話そうかなと思う動画にしました。来年下旬はね、たける番組10周年迎えるので、早くソロラジオの収録をね、2つしようかなと思います。まあ、コミュニティの方でも言った通りね、やります。来月のね、中旬頃には LINE スタンプの、ね、発売10周年スペシャルも販売予定なので、まあ、精神状態を良くしていきますね。あと、動画のネタたくさん思いつくようにね、頭回します。今回以上です。ご視聴ありがとうございます。